皆さん今日は大変暑い中にもかかわらずこのように大勢の皆さんのご出席をいただきまして、ここに石橋地区後援会の総決起大会が開催されましたことを心からお礼を申し上げます。いろいろ私が出馬に至った経過につきましては、地元会長の立野さんからいろいろとご報告がありました。皆さんご案内の通り、平成18年の1月10日に旧国分寺町、旧石橋町、南川内三町が合併しまして下野市が誕生したところであります。誕生した当時、多くの皆さんのご期待をいただきまして、ご支援をいただきまして初代市長に指名されたわけでありますが、ご案内の通り、私の不徳の致すところによりまして、あのような結果になって誠に申し訳ない、このように思っております。その後、私は皆さんにお世話になった恩返しのつもりで、いろいろなボランティア活動を続けてまいりました。シルバー人材センターに入って、同年代の人、あるいは先輩の人と共に地域社会の貢献にも努め、またいろいろな団体の中で地域の環境整備、あるいは、最近できた会の中にはですね、ランドセルをアフガンに送る、そういうボランティア活動に従事してきたところであります。ところが5年を迎えるわけでありますが、当初抱いた合併の大きな夢、思いやりと交流で作る新生文化都市、これはどういうことかといいますと、人と歴史と交流を基調にですね、行政と住民が共同して安心して暮らせる活力のある地域づくりをするわけでありましたけれども、それが実現されていない。それから合併の最大の目的は行財政改革でありますね。市民の負担は少なく、サービスは高く、そのためにいろいろと不要不急事業の見直しをして事業を進めるわけでありましたが、皆さんご案内の通り、いざ蓋を開けてみますとね、国保税を上げた、公共施設の使用量も上がった、水道量も上がった、最近はまた下水道も上がるという話を聞いております。そして役所へ行けば、職員が急にこの、なんていうんですかね、この市民から距離を置くような姿が見えてならない。負担は上がってサービスは高く、ね、これでは当初の合併の趣旨から外れるというような苦情が至るところで耳にしたわけであります。そんな中で、もう一度合併を携わった大垣にもう一度戻れというような声があったわけでありますが、私もいろいろ家庭の事情がありましてね、なかなか返事してこなかったわけですが、私の政治信条は、進むときは人に委ねて、引くときは自分で決断する、これが私の政治信条ですから、皆さんがそこまで言うなら、私も覚悟を決めましてね、今年の3月25日、出馬の決意をしたところであります。今、いろんな姿勢に対しましての批判が出ましたけれども、私はいくつかここで、私は誹謗中傷はしません。ただ、政策のですね、指摘を持参させていただきたいと思いますけれども、先ほどお話に出ましたように、40億、ね、借金を返したって言ってますけどね、皆さん中身が分からないんですね。これはどういうことかと言いますと、悠々館とか、キララ館とかね、ふれあい館とか、それから学校の改修工事ですね、それがちょうどね、借金してやったものが終わったんですよ、4年間。それで約20億近くね、借りてたんですよ。これは自然減災ですよね。それともう一つ20億ですよ。これは減災基金っていうのがあるんですよ。役所にはいろんな基金の積み立てがあるんですね。そこから減災基金を取り崩して、20億足して40億を返したってことなんですね。一つの税収を上げて返したとかですね、やるべき事業をやめて、無駄な事業をやめて、それを返したってんじゃないんですね。そういうことを皆さん知らないから、いや、大したもんだ、大したもんだ。きっとね、どこからこの金をこの小槌で思ってたと思いましたけどね、よく調べてみるとそういうことなんですね。それから、なんていうんですかね、今盛んに、この新庁舎を作る話が出てますね。あれ51億かけてやるって言ってるんですよね。私は新庁舎作ることは反対じゃないですよ。賛成ですよ。いずれは作るにはならないと思ってますよ。
それよりもまず先にやることがあるんじゃないか、それを私は言いたいんですよね。作ることは私は賛成ですよ、いつか作りますよ。ただそれより先にやること、例えば石橋地区に限って言えばね、石橋地区のこの水道給水管、石面管って言ってるんですよ、昔に言ったらね。あれがまだね、28,000メートルも残ってるんですよ。あれはね、あのままほっとくとね、アスベストですかね、アスベストの影響を受けまして天候に大きな被害を受けるんですよ。年間今3,000メートルしかできないんですよ。メーターね、あれは4万ぐらいかかるんですかね、きっとね、世界が。そうですね、きっとそのぐらいだと思うんですよ。1億5000万ぐらい予算取ってやってるんですが、こんなペースでやってたんで、まだあと8年もかかりますよ。私は一番市民生活、そして命にかかる問題ですから、そういうところにね、お金をかけて早く、例えば8年かけないで4年で増やすとか3年で増やすとか、そういう予算を組みたいんですよ。で、そういうものがあってからでね、私は庁舎はいいと思うんですよ。別に皆さん庁舎を新しくしなくたって困ってないわけですよ。それには目に見えない地下に入ってるそういう危険なものを早く取り除く、交換する。それともう一つはね、下水道事業ですよ。石橋にしても国分寺にしても石橋にしても、まだ下水道が入ってないところもいっぱいですよね。え、こういう日常生活必要なものをやる。それから生活道路、特に石橋、今日は石橋ですから石橋のことばっかり言っちゃいますけどね、姿川の西のね、長田から先ですよ、細谷は神谷ですか、それから橋本、細谷のところです、細谷小学校の秋、あの辺のなんか南北道路でね、広いのはないんですよ。子供たちの通勤通学にも危険ですし、2m50m3m の道路しかないんですよね。あそこに大きな道路一本抜いてね、保車道区分室にされた道路を抜いて、そこに下水道本館入れれば、あの地区の下水道は整備できるんですよ。そういうことを私はやりたいと思うから、単に庁舎庁舎っていう箱物箱物っていうことは言ってないわけであります。決して庁舎建設を反対しているわけではありませんけれども、皆さんの日常生活で必要なものを先にやる、そう言ってるんですよね。そこを皆さん間違えないでください。そういうことで、いろいろ私は皆さんのお手元に先ほどお話に出ましたけれどもね、こういう5つの自分の希望を書きました。一つがこの安心できる子育てと教育なんですが、私はこの少子化対策、少子高齢化っていうのは必ず進んでいくわけですから、まず子供をですね、たくさん作る将来ね、この復興は宝ですから、子供は宝ですよ。1200年前のね、天平時代でも子供は宝って言ってですね、山の横田が言ってますね。白金も黒金も玉を何せぐに勝れの子と小西亀山をしてね、宝、子供に勝れる宝ないんですよ。ですから私は子供を産んでもらうためには、第三子以降の子供を産んだ場合には一人10万のお祝い金をやろうと思ってですね、子供の中に入ってますけどね。今下野市では年間530人ぐらい出産があるそうですよね。で、なんですか、三子以降ってのは80人ぐらいしかいないもんですから、10万ずつ作ったって800万ですよ。2人市長1人辞めてもらえば1300万ぐらい浮くんですから、そういうことをやんなきゃダメだというふうに思っております。それから病後保育、それから学童保育の充実、それからスクールアシスタントを低学年に全部入れようとしてですね、これはどういうことかと言いますと、やはり教育は人づくりですから、教育は大事なものですよね。低学年の子供の教室行きますと、先生が勉強を言葉に書いていると必ずクラスに1、2名座ってられない子もいるそうですよね。そういう子は自分の勉強する時間もなければ、一人も迷惑かけてるわけですから、そこへアシスタントを入れてね、一緒に勉強させるような教育の環境整備、環境保全、補充値ですかね、そういうのをしてもらいたい、そのように思っております。今下野市では22学級ですか、1年生は22学級あるってことですから、22人雇ってね、そういう教育もしなきゃならないと思っております。2つ目に上がっているのが安心できる医療と福祉なんですが、これはですね、なんですか、まあ医療と福祉の町下野市を宣言してね、予防とこの検診地ですかね、これを充実したいというふうに思っております。それから高齢者の生きがいづくり、これは皆さん高齢化社会も如実に表れてますね。私シルバー人材センターにいましたけれども、シルバー人材センターが平成18年の4月1日に統合したんですよ、3町をね。
その時には370人ぐらいしかいなかったんですよ。今はですね400、700人ぐらいしかいるでしょ。まあ団体の世代の人はどん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 会社を辞めてきて高齢者が進んでいくわけですから、この人たちは皆さんね長年の老いたる側道を忘れることわざがありますように、いろんな知識と経験を持っているわけですから、その人たちの知識と経験をね地域に生かしたい。これが私の考えなんですよ。でその場面作りのが私は行政場面作りをするのは行政の役割だと思うんですね。そうすると皆さんは生きがいを持って地域に貢献しますから、 病気なんかしてる暇ないですからね、保険料も介護費も削減できる、こんなふうに思っているわけであります。3つ目が安心できる行政院と財政再建っていうんですが、やはりこれはね今のこの経済事情の厳しい中では、やはり事業仕分け、これをきちんとする必要があると思うんですね。そして不要不急の事業を見直して少しでも歳出を削減する、これもですね、 ある町ではこの専門業者みたいな人を頼んでやってるようですけれども、やっぱり地域のことは地域に住んでる人しか分かんないわけですから、地域の人を主体にしてね、その人たちがきちっと事業を仕分けするといいというふうに思っております。当然そうした中には行政の組織のスリム化も図っていきたい、こんなふうに思っております。それから最悪の給与の削減、先ほど会長さんが3割って言いましたよね。 思い切ったこと言ってくれたなと思ってますね。まあとにかく職員も今厳しいですからね、どんどん給料が人事院勧告がなくなってねカットされる時代ですから、当然三役も私はそれに習って下げるべきだというふうに思っております。それから区市長1名、これ私は招く人が早口から載せたんですよ。最近、現在の市長さんも新聞発表したようですけどね、まあこれが刺激になったと思えばいいというふうに思っております。 それから民間にできるものは民間にやらせる、これはやっぱり合併の行財政改革の一つの項目だったんですよね。令和で言えばね、光ファイバー薬師寺からもこうやったんですよね。5億いくらかけてやったんですよね。その防災無線まで入れてね、あれは私はね当然民間にやらせるべきだと思いましたね。そうすれば維持費を払わなくて済むんですよ。行政がやったから今ね、 ある会社に維持費頼んでるんですよ。まあその会社占領費用っていうんですかね、それを取っていますけど、差し引くとに維持費の方が多いんですよ。これ永久に払ってますよね。姿が西はちゃんと NTT がやってくれましたよ。中央は全部 NTT と PD がやりましたよね。そういうふうに民間にやらせればそんないつまでも維持費払わなくて済むんですよ。いろいろこれから見ていけばね、行政がやらなくて済むことはいっぱいんですよ。 図書館の管理だと本当は行政がやらないで民間に委託したり、そういうことをみんなと知恵を出し合ってやっていきたい、こんなふうに思っているわけであります。それから、4番目ですね、箱物を自粛して、市民生活を優先したものをやるというのは先ほど申し上げましたように、水道とか下水とかね、防犯とか清潔道を整備していきたいと思っております。先ほど申し上げましたように、 この赤面下、これが一番私は皆さん背筋が寒くなるような思いをすると思いますよ。赤面下で飲んでたりはね、牛人体に影響が現れた、まだ2万8000キロあるんですか、2万8000メーターですかね、しばしば。これを今年間1億5000万でやってますから、3200メーターぐらいしかできないんですよ。このペースだとあと8年かかりますから、これをやはり早く仕上げて 安全安心な生活環境を作りたいというふうに思っております。それから安心できる生活と地域社会、これはやっぱりね、市民と行政が共同して作る作業だというふうに私は思ってるんですね。そして透明で公平公正なしがらみのない市政運営をやっていきたいと思っております。それから都市計画税を 20% 私は減額する、削減すると発表してますね。これはね、市街化区域は 目的税の都市計画税をね、今1000分の2.5徴収してるんですね。もうほぼ国分寺と石橋の市街化区域は整備が終わってるんですよ。ですから今終わってないのは南川口地区の韮和地区ですね。しかし韮和地区もまだ20年かかってもう35%しか整備が終わってないんですね。これからまあ地域の人って相談して決めるわけですけども、整備方法ね、これから何年かは変わりますよ。その間もっと高い都市計画税を
取るのはいかがなものかというふうに思ってまして、すべて終わった地域を含めましてね、20% の減額をしたいというふうに思っております。まあいろいろこれから皆さんと相談しながら、負担は低く、サービスは高くというふうな政策を訴えていきたいと思っております。それから5番目には、安心できる産業振興と経済、活性化ということを、手元のチラシにあると思いますけれども、これはですね、下野市は日本で11番目に住みたい、そういう、なんですかね、国民の希望の高い地域なんですね。それはなぜかと言いますと、温暖で平坦で災害が少ない。そして自治体があってね、医療と福祉の充実都市、そして GR と国土4号線が縦断して横断する北関東道路が完成間もないですから、こんなに住みやすいところはないって言ってますね。ところが平成18年1月10日に合併した時に5万9700人だったんですかね、人口が一つも伸びてないんですね。伸びてないんですよ。人口計画でいきますと、22年の今年ですよ、22年度では6万600の計画になったんですね。なぜ増えないか、今の広瀬さんは本当に失敗してないですよ、ちゃんとやってますよ。ただ今の時代はね、スピード感が求められてるんですよ。皆さんのいろいろな希望をね、淡々とやったんじゃ間に合わないんですよ。昔は10年一昔ですけど、今は5年一昔ですから、そういう意味で、失敗はないけれども、この今の時代にはまあ私から言わせればあまり向かないかな、決断とその実行がね伴わないのか、そういうふうに私は思っているわけであります。この地の利を生かして私は南川内の坪山に42ヘクタールですかね、平地林があるんですよ。これはバブルの時に不在地主が、お金持ちがみんな東京の人が買ったものですから、不在地主になっちゃったんですね。地元に住んでませんから管理が行き届かない。現場行ってみますと、ゴミの捨て場ですよ。ね、私はこの山をなんとか生かしたいと思いましてね、工業団地を造成したい、こんなふうに思っております。工業団地ができれば、ね、雇用の創出もできる、税収もある、そこで働いた人がね、ニラマーの区画整理地域内に住めるんですよ。ね、そして社会経済の活性化も上がる、一石五鳥にもなるんですよ。これをぜひ実現したいというふうに思っております。それから中小商工業の育成とか農業の振興、地産地消ですね、こういうのを進めていきたいというふうに思っております。日頃から私は合併は新たなふるさと作りだというふうに思っておりますので、負担は少なく、サービス負担が高く、民間にできるものは民間にやらせる、これを基本にですね、皆さんに合併してよかったなと思われる町を一生懸命作ってまいりますので、どうぞ7月11日の投票日には応援してください。必ず合宿を守ります。よろしくお願いします。